皆さんこんにちは、児童学科の原田と申します。この動画では本学科で特別支援学校教諭免許証を取得した学生の卒業後の様子についてご紹介します。児童学科では特別支援学校教諭免許証を取得することができます。児童学科で特別支援学校の免許を取得して卒業された方で、現在東京都や神奈川県で特別支援学校や通級指導教室で勤務されている方がいらっしゃいます。特別支援学校の教員としては2019年度の卒業生が2名、2020年度の卒業生3名が勤務しています。数としては少ないのですが、教員採用試験を希望された学生さんにおける合格率は非常に高く、これは少人数制を生かした採用試験対策が非常に充実しているためだと言えます。またその他、児童学科で特別支援学校教諭免許証を取得して卒業し、障害児施設、放課後等デイサービス、小学校、幼稚園、保育所等で活躍されている方たちもいます。一人一人の子どもに応じた適切な指導や支援をきめ細やかに行っているということで、大変好評を得ています。特別支援学校教諭免許証を取得しておくと、特別支援学校や小学校等での非常勤講師などの任用において重視される場合もあります。また最近では幼稚園や保育園でも特別な支援を必要とする子どもの在籍率が高まってきています。特別支援教育コーディネーターとして園の中核となり活躍できることが期待されます。